過去の合格者発表密議員の合社科挙とは、中国で598年の1905年、すなわち、隋から清の時代まで約1300年間にわたって行われた官僚登用試験である。同様の制度は中国だけでなく、日本、朝鮮、ベトナムにも普及した。科挙の競争率は非常に高く、時代によって異なるが、最難関の試験であった。 新種科の場合、最盛期には約3000倍に達することもあったという。最終合格者の平均年齢も時代によって異なるが、概ね36歳前後と言われ、中には、総末などのように70歳を過ぎて、ようやく合格できた例もあった。無論、受験者の大多数は一生をかけても合格できず、経済的事情などの理由によって受験を断念したり、 過酷な勉強と試験の重圧に耐えられず、精神障害や過労死に追い込まれたり、失意のあまり自殺したという正気の逸話など、秘話も多い。過挙過挙という語は、科目による選挙を意味する。選挙とは、教距離選や、区本官人法などもそう呼ばれたように、伝統的に官僚へ登用するための手続きをそう、呼んでいる。科目とは、現代の国語や数学などといった教科ではなく、 口述する、新士科や、病業科などと呼ばれる受験に必要とされる学識の過程である。北総長からはこれらの科目は、新士科一本に絞られたが、試験自体はその後も、科挙と呼ばれ続けた。古くは、貴族として生まれた者たちが、政府の役職を独占する時代が続いたが、随調に至り、検定として知られる要件が、初めて導入した。 家柄や身分に関係なく、誰でも受験できる公平な試験で、才能ある個人を管理に登用する制度は、当時としては、世界的にも非常な革新であった。しかし、隋から唐までの時代には、その効力は発揮できていなかった。これが、北宋の時代になると、下挙によって登場した官僚たちが、新しい支配階級、次第部を形成し、政治、社会、 文化の大きな変化をもたらしたが、科挙はその最も大きな要因だと言われている。市大部たちは、科挙に合格して官僚になることで、地位、名声、権力を獲得し、それをもとにして大きな富を得ていた。建前上、受験資格に制限のない科挙ではあったが、科挙に合格するためには幼い頃より労働に従事せず学問に専念できる環境や、 膨大な書物の購入費や教師への月謝などの費用が必要で実際に受験できるものは大半が官僚の子息または浮遊階級に限られ次第部の再生産の機構としての意味合いも強く持っていた。ただし、旧来の貴族の家系が場合によっては陸長時代を通じて数百年間も続いていたのに比べ次第部の家系は長くても四代から五代程度に過ぎず 後取りとなる子が、過去に合格できなければ、昨日の検問も明日には没落する状態になっていた。過去に合格して、官僚となることは、本人のみならずその相続にとっても、非常に重要な意味を持ち、官本位と呼ばれる、権力中心の中華王朝社会では一人の人間が官僚となり、政治権力の一部となることは、本人だけでなくそのものの相続には莫大な名誉と、 利益をもたらす。そのため相続は、義伝という共同財産を使い、義塾を開いて、指定の教育を行って相続から一人でも多くの家境合格者を出すことに熱心であった。相続の一人が官僚となって、やがて政治権力の一部を握ると、有力官僚となった者は相続に様々な便宜を図り相続のために働くことを期待され、本人もその期待に応えていく。 官僚を辞めて地元に戻った後も地元の有力者として王朝の官官や地元の官僚へ影響力を行使する。そのため相続は指定の一人でも家居に合格して官僚になれば在任中と引退後を合わせて半世紀は安泰と繁栄を約束された。家居は皇帝が直々に行う重要な告示だったためその構成を揺るがすカンニングに対する罰則は極めて重く。 動機や手口次第では死刑に処される場合もあった。それでも過挙に合格できれば、官僚としての地位と名声と富が約束されるとあって、過挙が廃止されるまでの約1300年間、厳重な監視にもかかわらず様々な工夫を凝らして、不正合格を試みる者は後を絶たなかった。手のひらに収まるほどの小さなカンニング用の豆本や、数十万字に及ぶ細かい文字を、 びっしりと書き込んだカンニング用の下着が現代まで残っている。このような試験偏重主義による弊害は時代が下るにつれて大きくなっていった。過去に急大した官僚たちは自分の教養のみを君子の条件として尊び、現実の社会問題を俗児としていやしめ、地産地水など政治や経済の実務や人民の生活には無能。 無関心であることを自慢する始末であった。これを象徴する詩として、ただ読書のみが、高しく、それ以外はすべて、癒しいという風潮が、家去が廃止された後の20世紀前半になっても、残っていた。こういった風潮による政府の無力化も、欧米列強の圧力が増すにつれて、深刻な問題となっていた。林即助のように真摯に取り組んだ例もあったが、 他の官僚の恨みを解失客の浮き目にあっている。また、王の学ぶや書院などの学校制度の発達を阻害した面を持っていることは否めない。これに対しては、王安石などにより改革が試みられた例もあったが、とんざした。それ以後もこの風潮は収まらず、欧米列強がアジアへ侵略すると、下挙官僚はマンダリンと呼ばれる時代遅れの存在となり、 新末の1904年に家去は廃止された。一方、家去は今日の世界で標準試験の起源であり、19世紀から欧米は西洋の学問にこのメリットシステムを取り入れた。家去は隋の文定によって始まる。隋より前の陸長時代には世襲の貴族が家柄によって官僚になるという貴族政治が行われていた。それまで採用されていた。 区本官人法は、貴族勢力の指定を、再び官僚として登用するための制度と化しており、有能な人材を登用するものとは、到底言い難い存在であった。文帝は優秀な人材を集め、自らの権力を確立するため、実力によって、官僚を登用するために下挙が始められた。区本官人法は廃止され、地方長官に人材を推薦させた上で、 科挙による試験が行われた。推薦よりも試験の結果に重きを置かれ、官僚の採用が決定されることとなった。隋代の科挙は、秀才妙業、妙房民産、民所、紳士の六科からなり、里見、正義の二段階であった。隋は二代で滅びるが、科挙は、その後、党に受け継がれた。党では、秀才紳士、妙房民所、 民産などの科目が設けられた。はじめは、修裁化が最も重んじられていたものの、受験者が不合格になるとそれを推薦した、地方長官まで処罰されたため、受験者が減少、やがて廃止。その後、妙業と真摯の両方が主な科目となる。しかし、軽書の単純な暗記能力を試すのが中心であった。妙業化は軽んじられ、歌と譜を、 主な試験内容としていた、紳士課が最も尊重されるようになった。中東では、紳士課は受験者1000人に対し、合格者が1%から2%、その次に重んじられた、病業化では受験者2000人に対し、合格率10%から20%であった。紳士課は、当時、次第部に重んじられた教養である継承、死が試験に行われ、合格者は、 格別に尊重された。新種科合格者は、東大では、毎年、30名ほどであった。最終試験である賞味への受験資格を得るために、国庫間の管理下にあった六学を卒業するか、地方で行われる里見に合格する必要があった。賞味は、リ部の管理下にあったが、開元24年に例部に移された。原則として毎年行われており、 合格者の再試験である含みもたびたび実施されている。この時に不正が発覚し、試験官が左遷させられることもあった。受験資格は当時の他の諸国に比べると広範囲にわたる。しかし、女性、商工業者、俳優、前科者、猛に服している者などは受験が許されていなかった。このため、商人の指定である李白が過去を受験できなかったという説がある。 当代では、家居は、里見、小美の二段階であったものの、小美の合格者が認可されるためには、リブにおいて、実施されるリブ見を受験しなければならなかった。リブ見では、広かもしくは、抜粋化が課せられ、み、こと、書、藩と呼ばれる四校で審査された。みとは、統治者としての威厳を持った風貌を言う。こととは、方言の影響のない言葉を使えるか。 また官僚としての権威を持った加盟を俗領に行えるかという点である。書は、納書家かどうか、文字が美しく書けるかという点を問われ、藩は確実無病な判決を行えるか、法律、制度を正しく理解しているかということを問うた。そこには、貴族政治の名残が色濃く見られる。加えて正味の責任者である、地公挙は、 その年の新士合各社を門政として、地公共を雑とする指定関係を結んだ。これが後の方等を生む原因となった。また、人物の評価を考慮した判断が重視されたために、事前運動も盛んに行われ、地公共に交換、投げ巻きという私文や、再度、恩巻きという私文が受験者から送られた。受験者が交換たちにも私文を送ることを旧知器と呼ばれ、 その援助を受けることを関節と呼ばれた。東大の高官たちは、地方共に合格者を候補もすることが許され、受験者の名簿を閲覧する通、報も行われている。これは、腐敗が入り込む余地が大きかった。いずれにしてもこれらの問題点については、壮大に改められることとなった。なお、東大では、恩影、秀子などと呼ばれる父の官位に従い任官される。 制度もまた重視され、門伐出身者が優位を保った上に、下京出身者が礼遇されたこともあって、下京制度の影響は限定的だった。それでも、中東以降になると、下京出身者の勢力が拡大、喫行し始め、次第に下京出身の官僚が主流を占めることとなった。東大の下京においては、五教正義が成立しこの書物により、儒教の継承に、 公式の統一解釈が存在するようになり、妙業化の試験は行われた。五教正義の成立は儒教に一定の地位と根拠を獲得した面もあるが、同時に五教正義に基づく注釈が正解という影響を及ぼした。電子の様子等が滅んだ後の五代十国時代の戦乱の中で、旧来の貴族層は没落し権力を握ることはなくなった。北層を建てた。 長教員は文字を胸としたことで、下挙に合格しなければ、権力のある地位につくことは、不可能になった。これ以降、官僚はほぼすべて下挙合格者で占められるようになった。さらに長教員は、皇帝自らが臨席の上で審査に当たる電子を、最終試験として課した。電子の先駆け線に一項を吸した紳士は、上限、傍眼、単下を総称して三先駆けと呼ばれた。 電子の実施によって、科挙に合格した官僚は、皇帝自らが登用したものという感覚が強まり、皇帝の独裁体制を強めるものとなった。総大当初は、受験科目が新史科と書科に大きく分けられていたが、王安石の言った科挙制度の改革によって、書科がほぼ廃止されて科目が新史一科に絞られた。本来、新史科は、自文などの才能を問う要素が強かったが、 この時より、軽書、歴史、政治などに関する論述が中心となった。また、初めて、孟子が、受験必修の書として定められた。王安石の後に、芝光率いる、旧法等が政権を取るが、家挙に関しては旧に服する、こともなくさらに変更が加えられ、新種化の中に敬意を選択する者とその代わりに死府を選択する者が設けられた。 当案が誰の手により作成されたものかを事前に、試験官にわからないように当案の氏名を乗り付けして、漏洩を防止する乗り名法や、記述された当案の筆跡による人物判別を防止するため当案を書き改めた登録法が採用されたのも壮大である。呉島基調、夢、両録には、南宋における過挙の実施に関する記事が示されている。南宋に入ると、 官学生や家教師者に対する役法、税法上の有名が慣習として成立し、官と民の間に、自人と呼ばれる知識人階層が形成される。彼らは階層内部での婚姻を重ねる一方、在地における指導者としての立場を形成していく。宋代の家教においては、特定地域の出身者に偏らないように、 開始段階での旧大者数の定員が地域ごとに定まっていたものの、少子段階になっていくと試験官が事故の出身地域に有利な評価を下すことがあり、特定の地域への合格者数の偏りを見せる場合もあった。特に南宋期に入るとその弊害が悪化し、福州、雲州、名州といった一部の州では合格者数が異常に突出する結果も生み出している。 宋代の過去の合格者としては主規が過去に19歳で合格しておりその他、祖父母が22歳、高三国が23歳で合格している。また、宋代には、信仰の次第部らが儒教を復興させ、唐代の五教正義に基づく国家公認の注釈書による教科書的な訓古学に代わり、周東医から抵抗、歩道都外を経て、 義理の追求に重きを置く朱子学や陸王神学などの創明や理学が勃興した。1127年、北宋では前年の会議を受けて、消子、電子が行われる予定になっていたが、金が首都開封を占領したことで中止された。旧総領地域を平定するために派遣されていたオリブを補佐していた劉飛古僧の提言によって、1128年に、 カ挙の続きを実施した。リではでは989年以来、漢民族などを対象にカ挙が実施されており、リ飛こそ自身も元は、リの紳士であった。オリブ、リュウヒは相次いで没するが、その後を継いだ、年没かつも1129年と1132年にカ挙を実施し、その後広州によって1135年にカ挙を実施されている。こうした措置は、 寮の主要領域を占領した直後の1123年にも実施されており、新たな征服地を統治するための人員を確保すると、共に、漢民族知識人を引き止める効果があったと考えられている。金では1138年に下挙が3年に一味次の正式な制度として採用され、1149年には、それまで実施されていなかった電子も採用されるようになったが、 金が公的な教育機関の整備に動き出したのは12世紀後期に入ってからで、また、南宋のような詩人に対する特権はほとんど認められず、科挙に合格しない限りは、庶民と同等に扱われていた。清掃の即位後に、従来の地方管理から試験による中央投与を停止し、学校を整備して科挙投与を増やす政策を採用した。また女神族の軍事組織であった。 盲案、亡国の境外化によって関東に着く道が閉ざされる形となった女神族を救済するために女神族のみを対象とした女神紳士化、女神共同化なども実施された。だが、モンゴル侵攻を目の当たりにした戦争は実務に長けた管理の中央への登用を進めたため、管理出身者と紳士出身者の対立を引き起こすことになった。なお、金の可挙受験者は、 最も多かったとされる13世紀初めでも多くて4万人程度と40万人に達したとされる南宋に比べて大幅に少ない。だが、金の領域に入った地域はもともと過去が盛んではなかったこと、金が人種への特権を認めなかったこと、金の人事制度が管理からの中央への登用が比較的容易で過去一辺倒ではなかったことなど、 金と南宋の制度的な違いによるところが大きい。元では1313 13年まで過挙が実施されなかった。これはモンゴル帝国の旧金量地域進出から見れば100年、あまり遅れて征服された旧南宋地域でも30年以上行われなかったことによる。従来、そうした状況をもって次第部の立身出世の道は立たれた。 モンゴル支配下の漢民族知識人の不遇とみなされてきたが、実際には様々な人材登用ルートが存在しており、漢民族の知識人もそうしたルートを介して登用されていた。大きく分けると、管理、兵士、呪道として出資してその功績によって中央に転じる、もの、遠古、領官によって、モンゴル人王校などの有力者に推挙されるもの、国古官、官臨員、 司転換などの国家の教育機関で能力を認められて登用されるものなどがあり、家去復活後もそうしたルートによって出資する事例が多く存在した。だが、現代の家去の一回の定員は100名で、しかも、猛古人、色目人、漢人、南人で1、4ずつ分けられており、現代すべてを通じた合格者の総数は1000人余りであった。ところが、家去合格者は、 成績によって16品から18品までの品階を与えられるなど、当時としては破格の待遇を受けた。しかも、過挙実施と同時に、従来の管理出身者の昇進の最高を17品までに制限された。過挙の旧来によって、官僚を目指すことはメリットとデメリットの両方があり、必ずしも他のルートに比べて優位とは言えなかった。当時の知識人は数ある。 人材登用ルートから科挙を選ぶか、他のルートを選ぶかを選択していたと考えられている。1894年の開始の題目秋代に、入り過去は複雑化した。科挙の受験資格が基本的に国立学校の学生に限られたために、科挙を受ける前に、わらべみと呼ばれる国立学校の学生になるための試験を受ける必要があった。一方で、 試験内容も4章8個分という、決められた様式で解釈するという方法に、改められた。試験科目が簡便なものになったことによって、貧困層からも官僚が生まれるようになった反面、形式重視に陥ってしまい真の秀才を得られなく、なってしまうという弊害も発生した。信代に入っても、この制度は続いた。また、巨人含みや開始含みといった、 新たな試験制度が追加されたことで、さらに試験の回数が増えて複雑化した。このように過挙の試験形態が一貫して複雑化し続けた背景には、試験者の大幅な増加、豆本の持ち込みや替え玉受験などの不正行為の蔓延ということが挙げられる。しかし、このことは結果として、過挙自体の複雑化から制度疲労を起こし、優秀な官僚を登用するという過挙の目的を、 果たせなくなるという事態を招いた。現日清代には、準時定地政下での定有過剰案、後期定地政下のカノトウ過剰案、皆、豊か定地下の土の絵馬過剰案と試験官に賄賂を送って買収した大掛かりな不正が起き、多数の関係者が死刑も含めた厳罰に処されている。アヘン戦争以後は、西洋列強が中国を参植するようになり、日清戦争後には、 本格的に近代化が叫ばれるようになっていった。そしてついに、新潮末期の1905年に廃止された。過去が中国社会においては、一般常識そのものとされた儒学や文学に関して、試験を行っている以上、その合格者は中国社会における常識を備えた人であると、みなされており、その試験の正当性を疑う声は少数であった。逆に、 元朝初期に過挙が行われなかった最大の理由は、中国以外の地域に広大な領域を持っていた元朝にとってみれば、中国文化は征服先の一文化圏に過ぎないという相対的な見方をしていたからに他ならない。元朝と同じく征服王朝である清朝においても肝心、過挙官僚を用いたのは、休民僚の統治のみであり、それは同君連合である清朝が、 民の制度をそのまま、旧民料に用いたためである。肝心下挙合格者で、新朝の第一公用語で、行政言語である、満州語と満州文字を学ぶことを許され、中央政治に参加できたのは、上限と傍願のみであり、他の肝心下挙官僚は、学ぶことを禁止されていた。満州人は、基本的に武漢であり、下挙を受けて合格すれば、文官になれたが、 漢字によりも課題が緩和されており優遇されていたまた皇帝から直接指名を受ければ過挙を受けなくても官僚になることができた新朝末期に中国が必要としていた西洋の技術制度はいずれも中国社会にはそれまで存在しなかったものばかりでありそこでの常識だけでは決して理解できるものではなかった中国が 植民地化を避けるために近代化を欲するならば、直接は役に立たない古典の暗記と解釈に偏る、過去は廃止されねばならなかったのである。時の清政府の留学促進政策及び日本、明治政府の積極的な招致が大きく関係している。後日の政変、疑話団の乱、八国連乱れ軍の侵略等、国内外においてダブルパンチを受けていた清政府は、 その政権維持のため申請措置を取った。そのうちの一つが日本の明治維新を手本にすることであり、積極的に学生たちの日本留学を推し進め、奨励規定の交付まで行った。特に1905年の清政府による過去制度の廃止も大きく影響し、多くの知識人が留学の道を選び、相次いで日本へと旅立った。太平天国も過去を行った。 特筆すべき点は、それまで受験資格のなかった女性に対して、科挙を行ったことである。1851年に行われた、この科挙は、おもんみ女子を生じいななりをテーマとした論文を書かせるもので、200人余りが受験し、風前賞が上限となった。しかし、その後まもなく、太平天国は崩壊し、女性のための画期的な科挙は、この一度限りで終わった。 信頼科挙試験の一覧表同士工場の内部密議員の合席の模型同民とは、科挙の受験資格である国立学校の学生になるための試験である。わらべみを受ける者は、その年齢に関わりなく、一律に同性、あるいは児童と呼ばれた。わらべみは3年に1回、旧暦2月に行われ、順に、県市、府市、因味の3つの試験を受ける。県民は、 各県の地方官によって行われる。県民に合格した者は、その県を管轄している府の府民を受ける。府民は、各府の地方官によって行われる。さらに府民に合格した者は、皇帝によって中央から派遣された学生による、院民を受ける。この院民に受かった者は、生院となり、晴れて、秀才と呼ばれ、国立学校への入学資格を得て、市外部の一部とみなされるようになる。 わらべみは、東大の頃から同時化として存在しており、東大は10歳以下、総大は15歳以下が対象となっていたようであり、旧大社には、開始免除や、獣医などがなされた。ここで特筆すべきは、南宋の時代に女わらべ子の旧味が二度もあったことで、あり、旧大社も誕生している。昔としかし、都市見としみとは、国立学校に入学した生員が受験する試験で、あり、 三年に一度行われる定期学力試験である。成績優秀者の場合は、地方官などに任命されることもあったが、成績不良の場合には定額もしくは生インタル、資格を剥奪され大学処分を課せられる場合もあった。戸上はこれに対して、下挙本試験の里見を受けるための予備試験であり、受験者の数を絞ることが目的である。 合格すると里見の受験資格が与えられ、同時に生員から挙手と呼ばれるようになる。合格人数は次の里見の会場である三次院の余裕に合わせて決定され、おおむね里試合各社の100倍程度の生員が合格した。合志道美が国立学校の学生という科挙の受験資格を得るための試験であるのに対し、里見は科挙の本試験であり、 その第一の関門となる試験であり、その試験倍率は、おおむね80から100倍程度で推移していた。里見は3年に一度、寝年、う年、馬年、鳥年ごとに実施されることが法令で定められていた。その期日もあらかじめ指定されており、具体的には、8月9日に第1試験、8月12日に第2試験が、8月13日に第3試験が実施される。 1> 第1回の試験では4章、第3問と次第1問の試験が課され、第2回の試験では5兄弟5問が課され、第3回の試験では、桜大という政治論文が課された。なお、この3年に一度の試験のほかに、音科と呼ばれる臨時の試験が存在した。これは、宮中に大刑事が発生した際に特別に1回、増加された過去の試験のことである。試験は、各省の章とにある、 三木議員で行われた。三木議員とは、加強試験を行うための施設で、内部には、号車と呼ばれる、入り口に、扉のない、インターネットカフェの個室程度の大きさの個室が無数に、集まっており、それが、長屋状に連続していた。そして、三木議員の内部の大通りは、陽道、小道は、強盗と呼ばれた。全3回の試験は、各々3日間かけて行われ、 各回ともに1日目は丸1日が受験生を入場させるために用いられ、2日目の早朝に問題が発表される。そして3日目の朝までが回答時間として与えられ、3日目の夕方までに答案を提出することになっていた。この流れを3回繰り返し、試験は終了となる。受験生たちは、まず見張りの兵士によって所持品検査と、 前もって作成された受験票に書かれた本人か、どうかの本人確認を受ける。見張りの兵士が受験生のカンニングを見逃した場合には処罰の対象となり、カンニングを摘発した兵士には報奨金が与えられることになっていた。そして、所持品検査を終えて入門を許された受験生は一人ずつ合車に入れられ、試験が終了するまで3日間、合車から出ることを禁止された。 三つ議員の門は一旦閉められると試験が終了するまでいかなる理由があっても開かれることはなかった。試験はほぼ徹夜で行われ、一畳ほどの狭い空間の中で回答しなければならない。しかも部屋にカーテンはかけているとはいえ、外からは容赦なく夜風や雨が吹き込む。悪天候の場合などには身をもって、答案を守らなければならない。 それゆえに回答中に急病になったり精神に異常をきたしてしまう受験生も多く、亡霊のたたりを見るなどの数多くの逸話がある。里見の採点は構成を期すために様々な工夫がなされていた。まず、戦術した3回試験生もその一つであり、合格者の決定においては3回の試験の平均点より決められ、答案の指名欄にはのり付けがなされ、 採点官が見ることができないように覆われた。加えて、本答案を採点することはなく、名前を不正受験番号のみ記載した答案の写しのみを採点官は見て、採点を行った。そして、合格者決定後に初めてのり付けを外し名前が公開される仕組みになっていたのである。里見に合格した者は、挙手から巨人と呼ばれるようになり、次の開始受験資格が与えられたほか。 生員と同様に官職に任命されることがある。また、試験を受けて合格しなければ、資格を失う巨種とは異なり、巨人の資格は終身にわたるものであった。里見の試験は戦術のように非常に倍率も難易度も高いため、高齢者が試験に参加することも多かった。このため、70歳以上の受験生に関しては、合格点に満たない場合でも定員外の形で、 合格し巨人の資格が与えられた。巨人福祉成長期に新たに加えられた試験区分。事前に志願者を振るい落とし、開始の試験会場である北京密議員の混雑を避けるために設置された。開始の1ヶ月前に行われた。北京近郊のものに対しては、これもまた混雑の防止が目的であるが、前年の里見の直後の9月に実施された。出題内容は4書。 1> 第1問、次第1問。成績は5等に分けられた。1等から3等の者は開始を受ける権利を与えられ、4等のものは一定期間開始受験の権利が停止され、5等の者は巨人の資格が剥奪された。なお、開始は天使が行う崇高な行事とされていたので、受験者は公費で北京に赴くことができた。開始随代からある試験区分。 公居とも呼ばれる。里見と並び重要な試験で下挙試験の中核を成す。巨人が受験することができ、合格すれば講師の故障を得る。講師は資格上は巨人と同等。寝台末期における受験倍率は100倍近くになることもあった。里見の翌年の3月に北京の密議院にて実施され、頭場、2場、3場の3回。 それぞれ2泊3日の期間で行われる。東大においては、続く、試験、電子がなかったため、この開始に合格すれば、直ちに新士の資格を得ることができた。また、新大においても、電子はほぼ全員が合格するのが慣例であったため、講師の故障を得た巨人を早々に新士と呼ぶことさえ、あった。開始に合格した講師のうち、成績が一番目のものを、エげゲン。 二番目のものを、朝木掛け、六番目のものを、棒元、一番目から十八番目までのものを、回先掛け、再回のものを、とのぼと呼んだ。開始福祉成長の権流帝の時代に新たに、加えられた、試験区分。期日は4月16日、会場は、電子と同じ資金場のホワデ試験内容は4書、第一市第一学力の再確認。 電子に向けた試験会場の離れ、替え玉受験の防止のための本人確認を目的とした電子の予備試験的なもの。そのため試験はかなり平易なものが作成された。成績は4等に分けられ、1から3等のものは電子を受ける権利を与えられ、4等のものは一定期間電子受験の権利が停止された。電子電子とは真摯に等代したものが、 皇帝隣席のもとに受ける試験を言う。すでに紳士の地位はあるが、この試験により順位を決め、後々の待遇が決まってくる。上位より3名はそれぞれ上限、傍寒、短化と呼ばれ、官僚としての将来が約束された。古来より、紳士は月日をも動かすと言われ、巨大な官僚機構の頂点に立つ紳士は、一族も含めて多大な栄華を極めたのである。里見、開始。 電子のすべての試験において、主席だったものを三元と呼ぶ。これは、各試験での主席合格者を里試みで、戒元、戒止で、え元、電子で上限と呼んだことに由来している。麻雀の役である、大見元は、ここに由来している。また、同じく麻雀の役である四義和の四期にも第四の喜びとして、過強合格が含まれている。中国においては、 政治と軍事は、車の両輪に例えられ、この二つがうまく噛み合って国家は安定すると考えられていた。このため、軍人を採用する家居も存在し、この試験を武漢を採用する試験として、部家居と呼ばれていた。対し、一般的に言われている、文漢登用試験は対比して、文化居と言われる。部家文家と同様に、武憲氏、武富氏、部員見、竹里氏、 武伝子の順番で行われ、最終的に合格したものを武神師と呼んだ。試験の内容は、馬木、腐射、地球と筆記試験が課された。矢の的に当たる本数と持ち上げるものの重さが、採点基準となる。学科試験には、武教七書と呼ばれる、孫子、五子、芝宝、三略、李守る公文体などの標本書が出題された。しかし、 そう外れもしくは落馬しない限りは合格だったり、カンニングもかなり試験官から多めに見られたりと、文化拠とは違う構造をしていた。また伝統的に武漢はかなり軽んじられており、同じ以外でも文官は武漢に対する命令権を持っていた。聖火とは、普通の家拠では見つけられない大物を官僚に採用するため、天使の御事乗りで不定期に実施された試験である。 随代から始められ、当、宋時代にも行われた、新朝の1678年にも行われた、記録がある。しかし、県立期以後は聖火は著しく廃れることとなった。下居出身の官僚は聖火出身の官僚と、派閥争いを行ったが、人数が圧倒的に多い下居出身の官僚が優位に立った。ベトナムにおいては、李朝の人宗知性の大野安主元年に過居が、 導入され、中国が廃止した後の1919 19年まで存続した。ベトナムは世界で最後に過去制度を廃止した国である。理長期に有能な人材を登用するために過去制度が導入されたが、理長期を通じて実施された過去の回数は4回のみで、採用人数も少なかったことから、理長期の段階では未だ過去が大きな影響を与えるには至っていなかったと言える。 その後、人長の太子総知政の研中8年に下挙が再開された。その際、国古館が新たに設置され、大野学部の学生の中から試験に参加し、紳士の資格を得るようになった。さらに1314年、下挙出身の官僚の登用を拡大するために、正式に紳士課が設けられ、より多くの人が下挙に参加できるようになった。期に始まったベトナムにおける、 科挙制度は、陳長期に至って広まることとなった。陳長滅亡後、1406年から1532年まで、ベトナムは、明朝によって支配された。このことで、中国の科挙制度が後霊長期後のベトナムにおける科挙制度に大きな影響を与えた。すなわち、里見開始電子といった3段階の試験、部科挙の実施といった制度が、いずれも後霊長期において、 ベトナムの科挙にも導入されることとなったのである。また、その試験の出題内容も同時期の中国のものと似通っていた。以上のことから、ベトナムにおける科挙制度は最も中国の科挙制度と似通ったものであったと言える。朝鮮半島の高来や李氏朝鮮でも中国式の科挙が導入されていた。李氏朝鮮の科挙は法的には特別な場合ではなければすべての領民が 受験可能だったが、実際では、経済的理由で、貴族層である両藩ではなければ受験が難しかった。朝鮮後期には三代の間に、過挙の旧大社を出せなければ、両藩と認められなかった。過挙の実施は、礼層が行い、旧大社からの官僚への人選は、文官は、理層が、武官は、兵層が担当する。これは、当以来の中国の制度を順用したものである。 韓国では現在でも過挙の名残として高等講師がある。また全国から受験者が集まるソウル特別市の公務員試験の様子をかつて過挙受験のために関与に集まった状況に例えてニュース等で現代版過挙と言われる場合もある。民間でもサムスングループの入社試験をその難関さから過挙に例えられる場合がある。日本でも平安時代に 家挙の考え方が導入され、紙と呼ばれる試験が行われるようになった。庶民から真摯に合格し、下級官人となり、最終的に貴族にまでなった人物として、有三分次が知られているが、日本独自の影倉の生と呼ばれる例外規定が設けられ、行位の貴族の指定には自動的に官位が与えられたため、受験者の大半は下級貴族で合格者が、 中級貴族に進める程度であった。このため、大貴族と呼ばれる上級貴族層には浸透せず、当時の貴族政治を突き崩すまでには至らなかった。その後、律令制の崩壊とともに廃れ、陰性期から官職の世襲成果が進み、基本的に江戸時代まで続く。過去が日本の歴史に及ぼした影響は少なかった。日中比較教育史は、日本との比較において、 中国の近代化が遅れた理由の一つとして、科挙制度の影響を上げている。なぜ中国は、西欧の学問思想の導入に遅れたのか、同書はその理由に、科挙による中国の学問、教育の硬直化と、江戸期の日本の学問の柔軟性との差を指摘している。科挙制度の確立により、中国は世界に類を見ない、教育国家であり続けた。 科挙に合格しさえすれば、誰でも政権の中枢に到達できるため、当時の中国教育の中心は科挙のためのものとなり、儒学以外の学問への興味は失われがちだった。また、科挙に合格するための教育が主流であった中国では、学習者はある程度の地位や財力を持つ者に限られた。さらに、科挙の本質は文化的支配体制の確立であったため、権威は、 権力と密接し、論争的、創造的学問は排除された。それに比して、江戸期の日本では公的試験はあったものの、科挙のような選抜の意味合いがなかったため、学問とは管理になるためのものではなく、あくまで個人の教養のためのものだった。管理学校が確立していた中国と違い、学校はほとんどが私塾であり、そのためたような学問が取り入れられ、 新しい学問の導入も積極的かつ容易であった。学問が趣味的で出世の絶対的な道具でなかった日本では年齢や階級に関わらず学習者が一定の階層に固定せず庶民にまで広がり世界的にも高い識字率が実現した。また、趣子学を批判したお牛空井の空井学の影響で様々な研究が好まれ支配階級である武士は実用性。 合理性のある学問を尊重したため、西洋学問の導入にも理解があった。ありがとうございます。